ある町のとある喫茶店のとある席には不思議な都市伝説がある。ありがとうございました。その席に座ると望んだ通りの時間に移動できるという。ただしそこには面倒くさい、非常に面倒くさいルールがあった。聞いてます？え？ああはい。何でしたっけ？私を1週間前に戻してください。覚えてません？私1週間前にそこの席で彼氏と別れ話してたよ。別れ話じゃありませんよ。どこでも行っちゃえって言ってたよね。彼氏がアメリカに転勤になったんだって。聞いてたんですか？てか聞こえた？じゃあ俺行くわ。それだけ？ああ、今こいつめんどくせえなって顔した。してないよ。誰をする？どうしろって言うんだよ。私に言わせる？何これ、もう外人？違う、デニール。バカじゃないの？あのさ行けば、時間なんでしょ。行っちゃえばどこにでも。じゃあね。え、彼氏は今？アメリカです。捨てられるよね、平井さん。違います、そもそも彼氏じゃないです。ないんだ。幼馴染です。幼稚園から高校までずっと一緒で、何かっていうと文子文子って甘えてきたくせに。何なんですか？ムカつくんですよ、あの頃って男は。だったらよかったじゃん、その電話切れて。よくないです。急に呼び出すから何かと思えば転勤する、じゃあね。何なんですか？バカにしてんですか？もっとこっちは期待するでしょう。ほらね、ありますよね。え、あ、いや、告白とか？そう、そういうことです。本当はアメリカには行ってほしくなかったということでしょうか？まあ、そういうことです。平井さん、過去に戻ってどうすんの？やり直します。今度は言いたいこと全部言ってきます。それさ、わざわざ過去に戻んなきゃいけないこと？戻れるんですよね？どうなんですか？説明してあげた方がいいんじゃない？そうですね、よく聞いてくださいね。戻れます、戻れますが、ルールがあります。ルール？過去に戻ってあなたがどんな行動をとっても、一度起こってしまったことは変わりません。ん？どういうこと？過去に戻ってそのアメリカに行った五郎さんに何を言っても、彼がアメリカに行くことは変わりません。変わらない？はい。何にも？はい。普通変わりますよね。過去を変えれば未来も変わるでしょ？変わりません。そんなの意味ないですよね。なんで？そんな世の中都合よくできてないってことよ。諦めれば。平井さん、お客さんが決めることだから。それにルールは一つじゃないからね。過去に戻れるのはあの席に座った時だけ。あの女の人が座ってる？そう。はい、フニクリフニクラです。ね、ええ、いらっしゃいますよ。はい。失礼ですけど、その席変わってもらえませんか？
ちょっとでいいんです。譲っていただけませんか。無駄ですよ。無駄？何が無駄？聞こえてます？あのこの席あ、ダメです。何これ。呪いです。呪い。呪い。だから呪い。呪い。無理やりどかそうとするとそうなるんです。コーヒーのおかわりいかがですか。この人何？幽霊です。幽霊。私霊感ないのに。私もないけど見えるよ。お世話様。おい、ありがとう。何なのこのびっくり喫茶。待つしかないんです。待つって？彼女は時々トイレに立つので。幽霊なのに？その隙に座ってください。この店何時まで？8時までですけど、待つというなら全然いてもらっていいですよ。ごめんね。オッケー。ひらちゃんまたね。座ってやろうじゃない。何かお飲みになりますか。メニューある。母ちゃん、私帰るわ。あー、マスター。おー、流さん。お久しぶり。今回ですか。いつもどうもすみません。とんでもないです。どうも。じゃあ気をつけ。いらっしゃいませ。小竹さん。ふさぎさん、こんにちは。今日も待ってるんですか。え、なかなか飽きませんね、あの席。飽きませんね。今日はもう開かないかもしれませんね。そうかもしれませんね。じゃあそれ飲んだら行きましょうか。もう冷めちゃいました。ありがとうございました。あれ、あ、私お財布。ここです。あ、はい、980円です。はい、はい、どうもごちそうさま。さん、はい、ゆっくり行きましょう、ゆっくり。ライバル一人減った。すいません。お座りになりますか。え、お座りになりますか。ルールってさっきので全部ですか。いいえ。お客様、お客様。あ、え、何、何。席が空きました。いいんですか、私先で。あ、どうぞ。ありがとう。はい、一週間前。
ね、戻ってない、戻ってないんだけど。最後のルールです。まだあるの？これから私があなたにコーヒーを入れます。過去に戻れるのはカップがコーヒーで満たされてから冷めてしまうまでの間です。そんな短いの？過去に戻ったら冷め切る前に飲み干してください。私コーヒー苦手なんだけど。これだけは必ず守ってください。飲み干さなかった時は？今度はあなたが幽霊になってここに座り続けることになります。え？実はさっきまで座っていた女の人も。飲み干さなかったの？なんで？亡くなった旦那様に会いに行ったんですが、ついつい時が経つのを忘れてしまったんでしょう。気がついた時にはすでにコーヒーが冷め切ってしまい。怖いよ。どうしますか？どうって。やめておきますか？ちょっと待って、やっぱりやめた。で、今さら言うのもなんか。とにかく冷め切る前に飲み干せばいいのね。はい。やってみる。コーヒー入れて。では。急にそっち？あ、そっか、戻った、戻った。あ、しょしょしょ、服、あ、聞いて、これには訳があって。あ、いやもうさ、俺行かないとだから。知ってる、飛行機乗り遅れるんでしょ。ぬる、このコーヒーぬるい、これじゃすぐ冷めちゃうじゃない。何言ってんの？待って、しかも苦い。じゃあもう俺行くわ。それだけ？ああ、ほらまたそういう顔。どういう顔？こいつめんどくせえなって顔。してないよそんな顔。したでしょ。いや、どうしろって言うんだよ。私に言わせる？何これ、何？わざわざ呼び出しといて、じゃあ俺行くわって、それだけ？なんかほら、こうあるでしょ、
ねえ、私のこと嫌いじゃないよね。はい、まあだったらほら、はい、はい、じゃんけん、はい。やっぱ何も変わんないのか。ふみ子は俺に何か言いたいことあんの？だからそれを私に言わせる？いやだって別に俺のこと何とも思ってないだろ。何とも思ってなくてわざわざこんなこと言いに来ますかね。いやだって、いや大体お前いつも彼氏いるし、すぐ彼氏の自慢してくるし、そんで振られた時だけ飲み付き合い励ませって、なんだよそれ、バカにしてんの？してないよ。指ささないでよ。自分だっていつも彼女いるじゃん。それで文子が何か困るわけ？あのさ、あれは何だったんでしょうか。言ったよね、この前私が彼と別れた時、もし自分も彼女と別れて、その時まだ文子が一人だったら結婚してやるよって。いや、そんな言い方したか俺。あ、単なる慰めか。私バカかな、本気にして期待してた。はい、話おしまい。私時間ないから。待って、俺も時間ないけど。帰る。聞けって。今の彼女といつまでもお幸せに。別れた。アメリカに行くって言ったら振られた。え？ねえ、どうしてそれを早く言わないの？だってずっと一人で喋って。あ、ほんとやばい時間これ。まあそういうことだ。この話はまた。ちょっと待って。私まだ言いたいこと。お願いします。ありがとうございました。900円です。本当に一度怒ってしまったことは変わらないの？はい。じゃあこれからのことは、未来のことは？未来はまだ訪れてませんから、それはお客様次第かと。会計お願いします。ありがとう、インチキ言ってごめん。朝私
アメリカに行く。どうした急に。会って話す。なんで急に。都市伝説は本当だったんですね。すごいもの見てしまいました。ああ、ちょっとした手品です。違うでしょ。380円です。はい。やっぱり座ればよかったかな。でもいざとなったらビビっちゃって。そうおっしゃるお客様も多いです。でもなんで過去に戻っても何も変わんないんですか。そういうルールですので。大抵のお客様はそれを聞くとお帰りになります。意味がないって。でもさっきの人喜んでました。怒ってしまったことは変わらなくても人の心は変わります。ですから意味がないわけじゃない。はい。あれ兄も来てんの。おやすみなさい。これ姉に渡してもらって。あげたらどうですか妹さんに。いいのいいの、どうせ同じこと言われるだけだから。ホット2つお願いします。はい。お父さんもお母さんももう怒ってないそうですよ。どうだか感じのいい妹さんじゃない。他人にはね、私あの子に恨まれてるから。ようこそ3人。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。めっちゃいい香り。どうも。どうも。いやレトロ。え、初めて。古谷君だっけ。あ、新谷です。そっちか。最近よく来るよね。ね、大学が近いそうです。何する。あ、じゃあ俺カレーで。おい、どうします。じゃあ僕もカレーで。はい。おむきだふ。はい。あ、これよかったら貼ってもらえませんか。学祭で作品展やるんですよ。いいよ。ありがとうございます。カズちゃん、行ってきたら。お店がありますから。たまには外の空気吸わないとカビ入るよ。ねえ。はい。
これうちの店にも貼っとくね。あ、すいません。ありがとうございます。よし、じゃあ帰るかな。お騒がせしました。平井さん、これいい、捨てといて。実家は私に押し付けないでとか、そんなとこでしょ。いや、毎回置いてくから黙っちゃうんだって。おい、実家仙台、老舗旅館らしいよ。カズちゃん、あ、来てくれたんだ。あ、いや、その来てくれると思わなかったからさ。てか、その服なんかすごい可愛いね。あ、いや、その可愛いっていうか、なんかすごいその似合ってる。サンキュー。うい。あとで返す。いいね。あ、じゃあこっち。あれからさ、過去に戻ったお客さんいた？いません。どういう仕組みで過去に行けるの？私にもよくわかりません。新谷さんは誰に会いに行こうと思ったんですか？部屋子。え？あの、きなこ。きなこ？あの、実家の猫。今年の正月に死んじゃってさ。残念ですけど、会えないです。猫はダメ？いえ、会えるのはあの店に来た人だけです。そういうルール？はい。めんどくさいね。ですね。あれ、気に入った？あの辺に昔住んでたことがあるので。え？あ、そうなの？見てたらいろいろ思い出しました。あの路地に住んでたんです、母と二人で。石鹸が6個あります。何個になるでしょう。ふつふつ言ってる。お父さんは？私が生まれて初めてのお正月に死にました。そっか。寂しくなかった？寂しくなかったです、母がいたから。
ありがとうございました。ありがとうございました。カズ、お願い。はい。コーヒーをお願いします。はい、今お持ちしますよ。お待たせしました。ありがとう。どうかしました？新しいバイトの方？ここにはよく来られるんですか？はい。ご存知ですか、この店の噂。昔に戻れるのよね。私ね、夫に渡せなかったものがあるの。これを渡そうと思った日に戻りたいの。今度こそちゃんと渡したいの。ご主人は今どちらに？ね、いらっしゃいませ。あ、どうもすいません。高竹さん、帰りましょう。高竹さん、どうしました？どこかでお会いしたことありましたっけ？それ飲んだら行きましょうか。会計しますね。あれ、まずいな。僕まで財布忘れた。あれ、お会計今度で大丈夫です。あ、すいません、ちょっと待ってください。あ、高竹さん、ちょっと待って。いや、大丈夫ですよ。すいません、行ってください。高竹さん、高竹さん、ちょっと待ってください。じゃあすいません、これでじゃあちょうどお預かりします。大丈夫ですか、奥様の具合。今日は早くに寝てしまいました。たまにはどうですか、一杯。どうぞ中、ね、どうぞどうぞ。じゃーん、お客さんからのいただき物です。この店で一度は離れ離れになったカップルがいたんですね。で、彼女は彼と離れるのが嫌で、あの席に。はい。過去に戻っても彼がアメリカに転勤することは変わりませんでした。だから彼女は自分の未来を変えることにしたんです。勤めていた会社を辞めて、そのアメリカで仕事を探すことにしたそうです。うまくいったんですか、二人は。これは二人からの幸せのお裾分けです。なるほど。はい。なんかつまめるものあったかな。あ、これは。おお、十分十分。うん。草木さんも転職なさったんですよね。若くもないのに看護師に転職だなんて周りからやめとけって言われましたよ。でも思い切ってよかったと思ってるんです。カズ。はい。では乾杯。あ、気を使わないでください。妻が認知症だと分かった時から覚悟はできてますから。あんなに記憶力が良かった妻がね、
ツアーガイドやってた頃は客全員の顔と名前をすぐに覚えてました。僕には真似できないと思ったな。時々は思い出したりしませんか、ふさぎさんと夫婦だったこと。いや、2年前でしたっけ、旧姓使い始めたのは。離婚なさったのかと思いました。戸籍上はふさぎだってことはすっかり忘れてる。でも独身だとは思ってないようですけどね。今日も夫がって言ってましたよ。それが僕だとは思ってない。混乱させるといけませんからね。僕が夫だとは名乗りづらくて。ララ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 。奥様、いつもあの席が空くの待ってますよね。過去に戻って何をするつもりなんでしょう。前はまるで信じてなかったんですよ。やだ、本気にしてんの？いや、あくまで噂だよ。そういう噂で客寄せしてんに決まってんじゃない。そうかな。一回座ってみようかな。私オカルトは信じないからな。さっと。あ、ほら見て、綺麗。夫に渡せなかったものがあるって言ってました。これくらいの封筒、手帳に挟んでありました。手紙かな。今まで手紙なんて一度ももらったことないですよ。心当たりはないですか？あるといえばあるかな。ふさぎさんから受け取りに行ってみちゃどうです？わざわざ過去に戻らなくたって。試しに座ってみようかな。どうぞ。どうすれば？戻りたい日を強くイメージしてください。高竹さんがふさぎさんのことを忘れていない日、そして手紙か何かを渡そうと思ってる日。火が冷めないうちに。誰かいますか？ごめん、遅くなっちゃって。今来たところだよ。今日早かったじゃない。カズちゃん、コーヒーちょうだい、ホットね。はい。これ覚えてる？誕生日にくれたの。ねえ、どうする？新しいの買う？それとも修理に出す？何のこと？朝話したじゃないの、洗濯機ほんと調子悪くて。それ新しいの買ったよ。修理に出したら部品がないって言われて。え？僕は誰でしょう？僕の名前言ってみて。何それ？なんかゲームかなんか？どうぞ。ありがとう。
うん、暑いの好きでしょ、こっちのも。だだ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 、何よ。あら、またお砂糖、入れすぎ。僕に渡すもんないかな、これぐらいの。あるなら今もらうよ。そうか、そういうことか。なんか変なこと言ったかな、うん、いや、この席に座ってるからね、おかしいなとは思ったんだ。あなた未来から来たの？いや、じゃあ私の病気のことも知ってるの？私ね、この時代のあなたにまだ病気のこと言えてないの。どう言ったらいいか分かんなくて、でこれ書いたんだけどね。ねえ、何年先から来たの？3年先で会ってるかな。2018年の私はどれくらいいろんなことを忘れてる？あなたに苦労かけてる？いや全然、それを言いに来た。告知を受けた時怖くてたまらなかったって言ってたから大丈夫だって言いにね。大丈夫だよ、3年後も君はしっかりやれてる。ならこれは渡す必要ないね。欲しいよ、君から手紙もらうの初めてだ。コーヒー冷めちゃうよ。そうだね、戻らないと。ん？もうしょうがないな、少しだけ。やっぱり私いろんなことを忘れちゃうんだ。そんなことないよ。あなたのことも忘れちゃうの？そんなことないって言ってんじゃん。バカだな。大丈夫だって本当に。大丈夫なんだよ本当に。嘘が下手すぎる。嘘じゃない、嘘じゃないって。
丈夫だよ。君は大丈夫だよ。信じていい？うん。嘘じゃない、嘘じゃない、君は大丈夫だよ。うわ、誕生日おめでとう。あなたは看護師だから、もしかしたら私の病気に気づいているかもしれない。この先私がどんどん記憶を失ってどんな行動をとったとしても、あなたは看護師としてうまく付き合ってくれることでしょう。あなたは優しいから私を見捨てることはないでしょう。あら、あれれ、何それ、もしかして僕宛て？違うって、仕事で使うの楽しみだな。だからもうあなた宛てじゃないってば。お風呂空いたよ。でも覚えていて、私の前で看護師である必要はない。もし夫でいるのが辛くなったら離れればいい。私はあなたの前で患者でいたくない。あなたとは参ったな。こんなこと考えてたなんて、ちょっと僕は分かってなかった。うちへ帰ります。妻のことを前の通りふさぎさんって呼んでやってください。はい、はい、どうぞ。お酒美味しかった？起きちゃった？うん？誰？怪しいものじゃありません。ここは僕の家です。僕は君の夫です。冗談でしょ？本当ですよ。私あなたのこと知らないもん。じゃあ知ってください。何それ。ある意味プロポーズかな。
その本どう？面白い？灰になったところが過去、まだ燃えてないところは未来、燃えて赤くなっているところが現在。お母さん、ね、お父さんも灰になったんだよね。お父さんに会いたい？きなこみてえだな。名前聞いていい？あ、腹減ってる。昼飯食った？聞いてた？今の猫と喋れるんですか？いやいや、そんな全然。何言ってんの？忘れて。新谷さんはお昼食べました？え？カズちゃんってさ、彼氏とかいる？え？彼氏とかいる？いないです。作る気は？ないです。ないの？なんだよ、もうつまんないな。すみません、彼氏よりまず友達を。友達？友達を作れってよく言われるんです。いいよ、俺なるよ友達。もっと会いたいし、カズちゃんをもっと笑わせたい。ダメ？ダメじゃないです。Thank you.
うまそう。寒くない？え、ありがとうございます。じゃあ、はい、お、ありがとう。あったけえ。うん、おいしい。おはよう。おい、おはよう。ねえ、新谷くん、ピクルス苦手なんだって。朝のデートもいいもんだろう。デートじゃない、ね、ただの散歩。最近平井さんお店閉めっぱなしだね。うん、なんか聞いてる？実家に帰ってる。え、あんなに嫌がってたのに。妹さんが亡くなった、交通事故で。ご愁傷様です。ああ、妹のことなんかね、あっけないっていうか、ちょこっとね、打ちどころが悪かったんだって。まあ運も悪かったらね。いつお葬式だったんですか？今日。え、ねえ見て、黒も意外と似合うと思わない？マトリックス、マトリックス。すいません、何もこんな早く帰ってこなくても。そうも言ってらんない、お店もあるし。コーヒーちょうだい。大丈夫なんですか？何が？ご両親ですよ、そばにいてあげた方が。私あっちに居場所ないのよ。ほら、親と大喧嘩して家出したもんだから。若かったよね、私も。ちょっと待って、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お母さんたちと仲直りして。私は好きに行きたいの。自分が好きな時に寝て、自分が好きな時に起きて、自分の好きな仕事について。何それ。自分で生きていきたいの。こんなの勝手すぎるよ。妹だってさ、やりたいこととか叶えたい夢とかあっただろうに。なのに私が旅館も両親も押し付けちゃって。まあこの辺にしとくわ。辛気臭いこと苦手でさ。これでも私ちゃんと悲しんでるから。そういうの顔に出せばいいってもんでもないでしょ。手紙持ってってください。もう捨てていいよ。いいの。やっと入った。入ってもう2ヶ月経ってるけど。でも自分って高いんじゃないの？っていうかね、痩せたいっつってここ来てるとダメだって。大丈夫。寄り道しないで帰ってよ。
らっしゃいませ。あ、いらっしゃい。この前妹が私に会いに来た日あるんでしょ。ああ、いつでしたっけ。9月のあの日に戻りたい。分かってる。一度起きたことは変わんないって。でもね、一日中久美の顔がこの辺チラ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 しちゃって、一つ踏ん切りつけたいっていうかね、ちゃんとお別れしたいじゃない。何度も何度も諦めずに迎えに来てくれてたのあの子だけだったし。そういうことなんで、その席座らせてくれる？ねえ、聞いてたでしょ今の。ねえ、あ、触らない方が。なんとかならない？やってみましょう。コーヒーのおかわりいかがですか？パッサパサのクッキー。本当に行き先トイレなの？さあ。幽霊なのに。お座りになりますか？そろそろ。ルールですけど。分かってる。亡くなった誰かに会いに行くとついつい別れを切り出せなくなります。だからこれ。何？コーヒーが冷め切る前にアラームが鳴ります。鳴り終わる前に必ず飲み干してください。分かった。必ずですよ。火が冷めないうちに。お姉ちゃん聞こえてんでしょ。話があるの。何これ。お姉ちゃんクリームソーダ。平井さん。平井さん。びっくりした。今何月何日？平井さん未来から？うん、ちょっと妹にね会いに。いらっしゃいませ。こんにちは。あれ、お姉ちゃん？お姉ちゃんだ。珍しい。あのクリームソーダいただけますか？はい。お姉ちゃんは？コーヒーちょうだい。はい。どうしたの？今日は逃げないの？なんか変な感じだね。こうやってお姉ちゃんと向かい合って話すのすごく久しぶり。そうだっけ？そうだよ。ねえ、旅館の話。この前は逃げるお姉ちゃん追いかけながらだったし。大丈夫？いや、その前は道挟んでだったし。え、生き別れたお兄さんが見つかった？それは大変だ。今行くから待って。待ってよ。いつ来てもちゃんと話してくれないんだもん。ひどいね私。
本当どうしたの？ん？なんか変だよ。帰ってもいいよ。実家。本当に？本当。約束する？する。私が旅館継ぐから。でも、お姉ちゃんのお店繁盛してるんじゃないの？お店は閉める。もう決めた。今まで私好きにやってきたから。今度は久美が好きにして。え、なんで泣くの？そんな嬉しい？ずっと夢だったんだから。お姉ちゃんと一緒に旅館やるの。一緒に？商売上手なお姉ちゃんと社交上手な私と二人揃えば怖いものなしでしょ。あんたが私に言いたかったことってそれ？手紙に書いたよ。読んでないの？もうひどいよお姉ちゃん。最低。あ、ちょっとお化粧直してくるね。ねえ久美。11月19日。11月？その日久美は休みを取る。何？占い？あんたのお財布に新幹線のチケットが入ってたんだって。私に会いに来ようとしたんでしょ。いい？来ちゃダメ。その日は絶対家から出ないで。交差点を渡らないで。信号が青になっても絶対に渡っちゃダメ。渡ったらあと死ぬよ。私、あんたに生きててほしい。それ、子供の頃よくやったよね。え？まだやんの？何何？残ったロールケーキ、次の日食べようとしたら、ロールケーキは作った当日に食べないと死ぬ。違う。クミを死なせたくない。そういうことじゃないの。泣きして、ね、結局一人で全部食べちゃったんだよ。もっと真面目な。お姉ちゃんが泣くときは信用できない。もう一度だけあの子の顔が見たい。妹さんと約束しましたよね。その場限りの約束なの？もう分かってるよ。うるさいな。私まだあの子に謝ってない。今まで本当にごめんって。すいません。ごめんって伝えて。あんたは私の可愛い妹だって。
ちゃんどこ行きました？ごめんって言ってました。あんたは私の可愛い妹だって。しょうがないな。あっ、おお、びっくりした。ごめん。どうぞ。もしもし、私、あのさ、組のことでちょっと、うん、そっか、明日は初七日だっけ。お線香あげに行ってもいい？うん、はい。やっぱり一度起こったことは変わんないんだね。どうやったって変わんないんだね。新幹線まだ間に合うよね？はい、問題ないよね。今から実家帰っても私居場所ないかもしれないけど、それは平井さん次第。またね。二人とも長生きすんのよ。わかった。もうそんな顔しないの。しょうがないな。じゃあね。もしもし。着いた。すぐ行く。あれ、服かけていいよ。はい、よいしょ。これ、はい、開けっぱなしは湿気ちゃう。だからこうやって封をしてから保管する。はい、うん、こう、カズと付き合ってんのかと思ってた。え？いや、ただの友達ですよ。カズちゃんって小学生の頃からあの席にコーヒー出してたんですよね。それが時田家の女の仕事なんだ。カズで5代目、4代目はカズの母さん、3代目はカズのばあさん。カズちゃんのお母さんって引退したんですか？まあそうだけど、そこにいるよ。そこって？だから、そこ。カズの母さん、時田かなめさん、俺のおばでもある。ふざけてます？聞いてないのか、何も。全然。かなめさんがあの席に座った時、カズはまだ6歳で。サンドイッチ。餃子。カレーうどん。カズちゃん、カズちゃん、お母さんが。
おばちゃんと一緒にいよう。お母さん、お母さん、お母さん。私は大丈夫。肺になったりしない？しない。すぐに良くなるから。きっと一緒にいる、そばにいる。明るい人だったけど体が弱くて病気がちだったんだ。それを苦にして旦那のそばに行ったんだろうっていう人もいた。私は大丈夫。カズも大丈夫。まあカズには聞かせたくない話だけど。ただいま。あ、おかえり。いらっしゃい。平井さんからメール来た。来たよ。ほら。おう、それそれ。旅館の人っぽい。見て。ん？はい、お願い。お、サンキュー。とっくに知ってるかと思ってた。知らなかった。びっくりした？うん。私がお母さんにコーヒーを入れたの。では、コーヒーが冷めないうちに。死んだお父さんに会いに行ったんだと思う。久しぶりにお父さんと会えて、時が経つのを忘れちゃったんじゃないかな。戻れなくなるってさ、どういうことなの？行った先から出られなくなるっておばあちゃんは言ってた。行きたいと願った時間の中に永遠にいることになる。二度と元の時間には戻れないって。あれから20年くらい経つけど、お母さんは全然年を取らない。置いていかれたの、私だけ。コーヒーなんか入れなきゃよかった。カズちゃんのコーヒーで幸せになった人もたくさんいるよね。分かってる。私にしかできない私の仕事。人を幸せにすると、いつかその幸せが自分にも返ってくるって言うよ。まあとりあえず俺がちょっとずつ返す。俺カズちゃんと会えてすごい幸せになったよ。あ、ダメ？ダメじゃない。人とふるさとをつなぐ除夜の鐘です。浅草寺には多くの方が集まり、間もなく迎える新しい年を待ち望んでいます。お客さんいる？
私英断できてんだから全部参拝の方で間違ってない間違ってない外国人の方々も多くいらっしゃってますね。とうとう来年となりました東京オリンピックに向けて浅草寺も外国人向けのサービスが至るところに施されているようです。世界に向けて日本がどれほど魅力を伝えられるかそんな年になるのではないかと期待しています。それでは全国各地の新年の様子をお伝えしましょう。今年修繕が完了した春日大社です。はい、じゃあ挨拶を。はい、新谷亮介です。よろしくお願いします。時田和さん、はじめまして。はじめまして、よう来たね。あ、ねねねね、母です和ちゃんって呼んでいい？はい、これ開けて。どう言ってんだから。あれ、これきなこ？そうこれ新谷くん？そう新谷くんだって。なんだよいちご、こういうの使う人。はい、じゃあ置いとくね。すみません。置いていかれたの私だけ。あー、やっぱ日本帰ってくるとホッとする。まあ、向こうの方が私に合ってると言えば合ってるんですけど。嬉しい。こんにちは。わあ、嬉しい。五郎さんとはうまくいってます？それがもう何ですか、あの男ほんとめんどくさい。何かっていうと踏み子って甘えてくるし。それ前も話してましたよね。あ、あん時のあの席座った？いやなんで座んないの？もういいんですあの席が開くの待ってるわけじゃないんだ。まあ時間を移動できるってことは未来にも行けるんですよね。行けますよ。マジで？でも誰も行きません。なんで？知りたくないですか未来のこと。行けるとしたら何年後に行きたいですか？2、3年後。私と五郎がこの先どうなってるか。過去は何があったか分かってるからその瞬間を狙って戻れますよね。ですが未来は分からない。行った先に会いたい人がいるかどうかは分かりません。行くだけ無駄ってこと？その通りです。カズちゃん、風邪だって。あ、熱は？子供ができた。
カズちゃん。俺どうしよう。すっごい嬉しい。カズちゃんは嬉しくない。すいませんでした。結婚と順番が逆になってしまって。それはいいんだよ。なんでそんな顔なんだ。何の問題もないだろう。新谷君は新米だけど社会人だし。でもほら仕事が。ここの休みはいい。まだ気にしてんのか、かなめさんのこと。どうすればお母さんを失わずに済んだかわからない。まだ自分を責めてんのか。カズのせいじゃないだろう。この先も何も求めず望まず店に閉じこもってコーヒーだけを入れて生きていくのか。そんなの罪滅ぼしにも何にもならない。幸せになっていいのかな。カナメさんがいなくなった日のこと覚えてる？6歳の時だったんだよね。2000年の8月31日夏休みの一番最後の日。カズちゃんがその日に戻るっていうことはできないの？できない。あの席に座る客にコーヒーを入れられるのは時田家の女だけ。今はカズだけだ。じゃあカズちゃんがあの席に座って自分で入れるっていう？やってみた。ダメだった。カズは自分のためのコーヒーは入れられない。それもルールですか？とにかく思いつく方法は全部試した。全部って言ったって。もういいよ新谷くん。ありがとう。私もね、何度も考えた。お母さんに会えるなら会いたい。どうして戻ってこなかったの？どうして私を置いていったの？私を好きだった。私といて幸せだった。私を産んでよかった。カズ、何度も心の中で聞いたこと母さんに聞いてみたい。Thank you.
席に座る客にコーヒーを入れられるのは時だけの女だけ。今は数だけだ。やっぱデマなんでしょ。今日はコーヒー係がお休みで。えいだ。本当過去になんか戻れないんでしょ。もしもしカズちゃん、連絡ください。デマカフェじゃん。はいはい、デマカフェじゃない。え、口からデマカフェ。カズちゃんを過去に戻す方法を思いつきました。おーおー、どうした。あの席にコーヒーを入れられるのは時田家の女だけなんですよね。そうだよ。だから今は数だけ。今はでしょ。もしマスターが結婚して子供が生まれたら、俺とカズちゃんの子供が女の子だったらどうすか。大丈夫？眠い。もうすっごく眠い。ねえ、もし過去に戻れるとしたらどうする？戻る？戻れるの？俺は戻れると思う。明日お店が開く前に8時にお店に来て。遅れないでね。芝居だ。適当に座ったら。あれ、お母さんは。トイレじゃないか。何月？2019年4月。嘘、まだ平成？あっかーい。って言ってる場合じゃないんだ、時間ないんだ。おっと、どこやっけ。おお、よいしょ、いた。これ。おー、さすが。あの席座っといてください。私が今からコーヒー入れますので。誰？ミキです。未来と書いてミキです。いいから早く座って、ほんと時間ない。焦る。いざとなると緊張しますね。うまくいくかな。あなたがコーヒーを入れてくれるの？ルールは知ってますね。戻りたい日を強くイメージしてください。2000年12月24日クリスマスの夜です。違う、お母さんがいなくなったのは夏休みの一番最後の。そこじゃないです。その4ヶ月後、その年の12月です。思い出してください。できるだけはっきりと。
準備はいいですか？ではコーヒーが冷めないうちに。あ、そうだ、未来の旦那さんからの伝言です。僕は君が、君ってカズさんのことですよ。僕は君が大好きだ。いや、これから先もずっと君といたい。だから必ず戻ってきて。以上です。私からもお願いですよ。必ず飲み干して。行きます。なの？お母さん、あの時お父さんに会いに行ったんじゃなかったの？過去に戻ったんじゃなくて、私に会いに未来に行ったの？どうしても確認したいことがあってね。主治医の先生に言われたのよ。もってあと3ヶ月って。そんなことを突然言われてもね。私がいなかったらカズは一体どうなるの？心配で未来に行って確かめなくちゃって思ったの。ごめんね、病気のこと内緒にしてて。どうしても言えなかった。クリスマスに夢を見た。お母さんが戻ってくる夢、会いたかったから、会いたかったから、本当に嬉しくて。あれは夢じゃなかったんだね。ねえ、一緒に戻ろう。私と一緒に戻ろう。私は戻れなかったのね。
からここに迎えに来てくれたんでしょ。おばあちゃんが言ったみたいに幽霊になっちゃった。ごめんなさい、私のために。違う違う、私がお母さんにコーヒーを入れたから。違うよ違う、カズのせいじゃない、カズは悪くない。もうどうしようもない。そうね、起きてしまったことは変えられない。そうでしょ。お母さんはね、カズのそばにずっといたかった。コーヒーでも飲みながらカズの話をずっと聞いていたかった。今日は学校で何があったの？将来の夢は何？それから好きな人はできた？その人もカズのことが好き。臆病だからちょっと心配してたの。思ったことは全部彼に伝えなさい。ありがとうもごめんなさいも全部。そしたら後で後悔することなんかないから。思い出して。帰り。会えたか。さっきの女の子は未来に帰った。彼女と新谷君には感謝するんだな。
ててくれたんだ。見守っててくれたんだね。初めてこの店に来た時、誰かが過去に戻るのを見た。一度起こってしまったことは変わらなかったけど、過去から戻った誰かの顔は輝いていた。もしもし、新谷君、今どこ？たったコーヒー一杯分の時間でも心は変わる。心は変わる。あ、それ、あの大事なやつだから。それ寝室ね。時間って残酷よね。グズグズしてたら今も未来も一瞬で過去になる。私が考えなきゃいけなかったのは、絶対に失いたくないのは何かってこと。誰に話してる？え、別にいいでしょ。さっさと運んでよ。もし妹のことでみんなが不幸になったら、あの子はみんなを不幸にするために生まれたってことにならない？それはないでしょ。お願いします。だから私は幸せになるって決めた。両親とか私の周りの人全部まとめて幸せにする。心にわだかまりがあったんですね。変わっていく妻を受け止めきれずに看護師として接していたんです。まだ夫婦二人でできることがある。一緒に散歩もできるし、旅行もできる。できることを楽しめばいい。お母さんと会えたんだね。ありがとう。ありがとう、会わせてくれて。うん。新谷君がそばにいてくれることが一番大事だよね。分かってなかったの？ごめん。大好きだと思った。どういう字にする？未来と書いてミキ。この子がそう言った。早く大きくなれよ。頼みたいことがあるんだ。私たちは一人ぼっちを認めて初めての恋をした。悲しいこと嬉しいこと
しいことも全てその身を焦がした。道ぐさしてお帰りなさい。芍薬の花が咲いてるよ。ささやくように祈るように、今日また乗り越える。目が覚めて朝の日が私には戻れないの。思い出よりも近くに私のそばに来て、雨上がり空の下、黄昏が街の日や手のひらに冷めないうちに。